写真拡大。9月26日に中京競馬場で行われる神戸新聞杯サントシオスメス GII 芝 2200m。 上位3頭には菊花賞の優先出走権が与えられる。現時点では日本ダービー覇者シャフリアール、皐月賞、ダービーとも3着のステラベローチェ、青葉賞など重賞、2勝のワンダフルタウン、京都新聞杯覇者レッドジェネシスなど、ウルゲートは18頭を予定している。想定馬は下記の通り。継承略、脇趣味定。各馬とも出走予定の段階で変更の可能性がございます。なお、ネットキーバ独自の想定で確定情報ではありませんのでご了承ください。エクスプロージョン、松本大輔、キングストンボーイ、シールネール、シャフリアール、福永祐一、吉田隼人、セファーラジエル、鮫島勝春、モンテディオ、池添健一、レッドジェネシス。